こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、鈴木亜美さんの映画のエンドロール問題に対する持論に賛否両論の声。鈴木亜美さんの映画のエンドロール問題に対する持論に賛否両論の声が起きてるみたいよ。映画のエンドロールとは、映画の最後に出演者や制作会社、挿入歌などその映画に関する全ての情報を表示するシーンちゃけども、鈴木亜美さんが何て言ってるのかちょっと見てみて。歌手の鈴木亜美が4日放送の日本テレビ上田と女が吠える夜に出演し、映画のエンドロール問題で持論を展開した。映画のエンドロールを最後まで見るべきかというテーマになると、生来せっかちだという鈴木は、見る必要ありますか、終わった瞬間に帰ろですよとバッサリ。 MC の上田晋也が、でも周りはさ、あそこのシーンはこういう意味かなって考えたい人もいるじゃないと返すも、鈴木はないですよそんなことと一歩も引かなかった。まあ確かにあのシーンは見る必要がないのかもしれないけども、でもね、やっぱりなんていうの、映画を見終わった優越感に浸る時間も必要と思うとよ。なかなか映画館とか行かんし、その雰囲気を体で味わうのも大事と思うけどな。それに最近の映画ってさ、エンドロールの最後の方におまけ動画や予告編がちょいちょいあるやん、知ってる？鈴木亜美さんみたいにエンドロール終わった瞬間に帰ろだと、そういった特典のおまけ映像を見逃すことになるけんね。それってなんか損じゃない？まあミルキーブルーの主観としては、エンドロールが終わってから帰る。なぜかというと、混雑しながら映画館を出たくないっちゃんね。映画館の雰囲気を体で味わいながら、人が減ってからのんびり映画館を退出する、そんな感じよ。常日頃時間に追われながら生きてる現代人やけんね、そういう時こそエンドロールが終わるまでのんびりし、おまけ映像を見てお得感を味わいながらマイペースに映画館を出る。ミルキーブルーはそんな感じかな。まあ、最近はね、映画館とかほぼ行ってなくて、Amazon プライムビデオで映画三昧やけども、まあ、最近見て衝撃的な映画やったのはね、マリグナント、凶暴な悪夢やったっちゃん。これミルキーブルーめっちゃ好きでね、ズバッとハマったよ。なかなかね、この映画をね、みんなに紹介したかったっちゃけど、紹介する場面がなくて、今日やっと言えたけん、なんかね、すっきりした。概要欄にね、マリグナント凶暴な悪夢の予告編ば貼っとくけん、ちょっと見てみてん、絶対見たくなるが。ちょっと話はそれたけども、映画のエンドロールに関しては、まあ人それぞれの考えで行動すればいいかなと思うよ。まあ映画通の人は絶対最後まで見るやろうけどね。ではご視聴ありがとうございました。それでは。